5on5 の大会が何やら明日名古屋のどこであるかちょっとわからないんですがあるそうです。ブランカヒューゴーはどうなんでしょうか。ホークブランカが残念な感じなので、ブランカヒューゴーも残念な感じなのではないかと。ソーセージの横にポテトが乗っている。前捨てバスか。シュートダウンでローリングがつかめる。あ、そうなんですね。そうか、相打ちになるイメージが多いですけど、ローリングはつかめると。まあ、うまくローリングにリスクを与えて、こかして落ち攻めして勝っていきたいと、そんな感じですかね。ロリガードしたら反撃ガード、まあ反撃確かにそうですね。ジャックロリ、お、これは、あー、なるほど、ウルコン2で反撃はかなり美味しいですね。この組み合わせはどうやらあんまり赤いやつではないようです。もうローリングをガードすると、いや、ヒューゴーなら死なないかも。対空が相打ちになって、基本的にヒューゴーのジャンプ大 P の判定がなんというか暗い判定が薄いような気がするので、いや、まあでかいんですけど、なんというか普通の対空と相打ちになりやすいような気がするので、まあヒューゴーの体力とか火力と合わせて、まあどんどん飛んでいってもいいんじゃないかなみたいには見えますが、投げて大きい攻め、ナビが通って、さあウルコン傘ね、ミゾテルボンバーか。おっとこれはヒューゴーにはミゾテルボンバーが効かないのか、絶対表になってしまうのか、でかすぎて、あー、めくれなかった。これはもしかしてヒューゴーブランカはヒューゴー有利なんじゃないか。ヒューゴーブランカ行ける疑惑が出てまいりましたが、さあ乱戦状態。今作ブランカは、まあ強化されてかなり強くなっているというところなので、まああの10強とかを数えるんだったら、もしかしたらブランカ入るんじゃないかみたいな、そういう感じになるので、カプコンの開発の人がヒューゴーを作ってブランカを倒そうと考えてくれたのかもしれません。そんなはずはありませんが、さあ勝っているのは天川さんのヒューゴー。さあめくりドリルを狙うが、撫でが通って、置き攻めはやっぱりやりにくそうですね。前列で暴れられる。バチカセビ、 EX バチカにセビが効くようになったので、あーっとこれはウルコン反角、適正で打ってしまった。あ、なんか見た目ね、あのローリング打っても大丈夫そうな外見なんで打っちゃいますよね。さあ元マスターブランカのハカリさんともあろうものが、なんとなくローリングを打ってしまうヒューゴーのカリスマ性。